のかぐや姫じゃめでたしできない。うん、5人の貴族を全員振ったせいでかぐや姫と貴族の所属していたサークルが崩壊した。いやもうね、おたさみが強い。姫だったのね。姫だったんだ。おたさの姫だったんだね。でも確かにダメだよね。姫はやっぱ振っちゃいけないんだよ。振っちゃいけないんだね。うん、そうだね。姫やってた子から聞いた。マジ？うん。やっぱなんかこう、関係でいなきゃいけないの。いけないらしいよ。なるほどね、難しいね。なるほどなと思ったし、あと、姫やってた子が、うん、それ教えてくれるってことは、姫な自覚あんだなっていうのもちょっとびっくりした。私、この間ファミレスで見たよ。おたさーの姫。姫いた？いたいた。本当にいるんだと思った。私ね、なんかゲームの世界だけだと思ってたの。逆にゲームの世界にいる？いや、私、おたさーの姫を育てるゲームやってたの。あ、やってたね。そうだそうだ。だんだんおたさーの姫が可愛くなっていくっていうゲームなんだけどさ。いいことだね。そうね、それをやってたから、からゲームの世界だけだと思ってたのよ。うん。って思ってたんだけど、あとなんかネットのネタみたいな感じだと思ってたんだけど、うん、本当に、いて、うんなんか本当になんかこう漫画とアニメの話をしてて、で、姫は、なんかその、なんか誰々くんと誰々くんがね、みたいな、なんかゲームの話をしてるわけよ。うんうん、超かっこよくてトーラブみたいな話をしてて、で、それをなんか一生懸命、なんかこう、サークルの男子たちが、うん、それでそれで、うん、みたいな、一生懸命聞いてる回を見て、お、すごいと思って、なんかちょっと感動しちゃったの。私もなんか、この間、ほら、ずっと映画に通ってた時期にさ、うんうんうん、映画館に行くと下でご飯食べられるとこがあったりするわけ。うんうん、で、まあさ、一緒に行ってさ、みんなでわちゃわちゃってこうご飯食べたりとかして、うん、とかっていうと、なんか深夜の映画館って、うん、結構いろんな人がご飯食べに来てるんだけど、うん、ちょいちょい、かなり高確率で、多分姫なんじゃろうなっていう人がね、人出会えるの。多分姫。姫、多分姫なんじゃろうなっていう人とね、出会えるんだよね。なんか、すごいよね。なんか、やっぱ素敵。あ、ちょっと羨ましい。ちょっと、本物の姫だから、あなたは。本当、あ、確かに。綾菜広告の姫だから。確かにそうだった。私、姫だったわ。そう。それはもう、おたさわの姫とかとはちょっと、収めてる規模が違うから。そうだ、国を収めてるからね。姫様、ちょっと自覚をお持ちください。そうだね。なんか、もっとみんなチヤホヤして。みんなのチヤホヤいないって。ほら、私のことチヤホヤして。ダメだよ、あやちイエーイ。はい。姫やってた子から聞いた。マジ？うん。やっぱなんかこう、関係でいなきゃいけないの。いけないらしいよ。なるほどね、難しいね。なるほどなと思ったし、あと、姫やってた子が、うん、それ教えてくれるってことは、姫な自覚あんだなっていうのもちょっとびっくりした。私、この間ファミレスで見たよ、おたさーの姫。姫いた？いたいた。本当にいるんだと。本当になんかこう漫画とアニメの話をしてて、で、姫は、なんかその、なんか誰々くんと誰々くんがね、みたいな、なんかゲームの話をしてるわけよ。うんうん、で超かっこよくてトーラブみたいな話をしてて、で、それをなんか一生懸命、なんかこう、サークルの男子たちが、うん、それでそれで、うん、みたいな、一生懸命聞いてる回を見て、お、すごいと思って、なんかちょっと感動しちゃったの。私ね、なんかゲームの世界だけだと思ってたの。逆にゲームの世界にいる？いや、私、おたさーの姫を育てるゲームやってたの。あ、やってたね。そうだそうだ。だんだんおたさーの姫が可愛くなっていくっていうゲームなんだけどさ。いいことだね。そうね、それをやってたから、からゲームの世界だけだと思ってたのよ。うん。って思ってたんだけど、あとなんかネットのネタみたいな感じだと思ってたんだけど、うん、本当に、いて、うん、こんなかぐや姫じゃめでたしできない。うん。5人の貴族を全員振ったせいで、かぐや姫と貴族の所属していたサークルが崩壊した。いやもうね、おたさみが強い。姫だったのね。姫だったんだ。おたさの姫だったんだね。でも確かにダメだよね。姫はやっぱ振っちゃいけないんだよ。振っちゃいけないんだね。うん、そうだね。私もなんか、この間、ほら、ずっと映画に通ってた時期にさ、うんうんうん、映画館に行くと下でご飯食べられるとこがあったりするわけ。うんうん、で、まあさ、一緒に行ってさ、みんなでわちゃわちゃってこうご飯食べたりとかして、うん、とかっていうと、なんか深夜の映画館って、うん、結構いろんな人がご飯食べに来てるんだけど、うん、ちょいちょい、かなり高確率で、多分姫なんじゃろうなっていう。